ちょっとどうしたんですか、アイちゃん元気ないじゃないですか。いや私ね、もうヤッターマンやめようかなって思って。えどうしたんですか急に。いやこのご時世ね、はい、正義の味方で食べていくのってなかなか大変なんだよ。あまあね、いい歳して正義の味方やってますっていうのもどうなんだろうって思って、うん、そんなこと言わないでくださいよ、あの泥棒一味のね私が言うのもなんですけど、急に正義の味方がいなくなったら寂しいですよ。そうかな、でももういっそのこと安定した仕事探そうかなって思ってるけど、長いこと正義の味方をやってきたのにもったいないですよ。あせめて、別の仕事をするにしても、こうヤッターマンと並行してやっていったらどうですか。でも、ちゃんとした大きい会社で副業 OK とかそんな都合のいいとかあるかな。ちゃんとした大きい会社副業 OK、あるえありますよ。嘘、副業 OK の有名企業。本当？じゃあ私そこの採用面接受けたい。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして、ネバセイココロです。本日はロート製薬の採用面接にお越しいただきありがとうございます。まずはそれぞれ自己紹介をお願いしてもいいですか。はい、ヤッターマンがいる限りこの世に悪は栄えない。ヤッターマン2号こと雷愛です。全国の女子高生の皆さんこんにちは、ボヤッキーです。あのボヤッキーさん、採用面接なので、はい、ふざけないでもらえますか。失礼いたしました。カナリアさんとボヤッキーさんでいきますね。それではお二人にいくつか質問させていただきます。はい、まずはこれまでの職歴を伺ってもいいですか。それではカナリアちゃんから。あはい、私はこれまでヤッターマン2号をやってきました。正義の味方として主に世界に平和をもたらす仕事をしてます。正義の味方。はい。あーなるほど、わかりました。 では続いてボヤッキーさんお願いします。はい、私はですね、ドロンボー一味というグループに所属、はい、しておりまして、そこでいろんなビジネスをねやってきました。ドロンボー一味って何ですか。ドロンボー一味というのはそのまあ悪党。悪党ではないです。いい人たちのこう集まり集団で、まあ何かやろうという、こうまあベンチャー企業みたいなね、はい、騙されちゃダメですよ、悪党ですから。黙っときなさいよ。まあいいでしょう。具体的にはどういったビジネスでしょうか。はいはい、人様の幸せを運ぶというか、社会にこう資するような、そういったビジネスですね。その答えに嘘はないですよね。嘘です。いやちょっと答えないでよ。嘘はないです。やめてください。じゃあお二人に長所と短所はありますか。あ、私正義の味方をやっていましたので、はい、悪党が出たらいつでもどこでも駆けつけるっていうお仕事だったんですよ。休日出勤とか、はい、時間外労働とかには割と対応できるというのが強みだと思います。短所は、まあ、可愛すぎるところかな。可愛すぎる正義の味方。次ボヤッキーさんお願いします。あ、はい、長所というか、短所でもねあるんですけれども、やっぱりかっこよすぎるところですかね。すいません。あ、わかりました、もういいです。ではなぜ転職活動を始めたの。正義の味方で食べていくのってなかなか難しいんです。生活を安定させたいと思って、でも正義の味方もちろんやりたいから、副業ができる会社に就職しようかなと思って転職活動を始めました。なるほど、わかりました、ではボヤッキーさんは。私もちょっと右に同じなんですけれども、ちょっと違うところは、彼女がちょっと一人じゃね転職するのもどうかということで、なぜかこう私が巻き込まれたみたいなね形になりまして、だからちょっとこの場にねちょっと前にさせてもらうみたいな感じになっちゃって。じゃああれですか、ロートに就職する気はない、あまりないということですか。付き添いで来られたというだけ。いやそんなことないです。もう、そうだよ、素晴らしい会社、御社はもう本当素晴らしいですからね。ぜひでは次の質問に行きますね。じゃあロート製薬に入ったらどんな風にロート製薬に貢献してくださいますか。じゃあ今度はボヤッキーさんから。私からですか。はい、これまでの役柄というんでしょうか、ポジション的には体を張ったものが多かったんですよね。認めたね。バズーカでちょっと吹き飛ばされたりとか。バズーカで吹き飛ぶ。そうなんですよ。電流が流れるせいでこうビーッと、これは彼女がもう全部やってるんですけどもね。いや体を張ったね仕事は得意なので、どんな仕事っていうよりかは本当も馬車馬のようにロートさんとずっと働きたいという思っている次第でございますよ。わかりますこれ。もういいです、わかりました。はい、じゃあカナリアちゃんね。私はヤッターマンの目薬を作りたい。ヤッターマンの目薬を作りたい。なんか昔から羨ましかったんです。
ですよ。ドラゴンボールだとかセーラームーンだとか、うん、目薬出てたから、はあ、やったーマンも子供たちの目を守りたい、うん、何時間でもゲームができる、うん、それは嬉しい、私も欲しいのやったやったあ、それはいいですね次いくね。じゃあ夢は何ですか。ちょっと小料理屋なんかね、開きたいななんて思ってるんですよ。へえー、そうなんだ。そうなの。小料理屋、小料理屋で、そう、あのね、名前もね、もう考えてあるんですよ、小料理屋の。小料理屋、ぼやいてもいいじゃないっていうね、小料理屋。そうなんですよ。カナリアちゃん、どうぞ。そうですね、私は歌うのがすごく好きなんです。どんどんこう YouTube でね、うん、あの歌ってみた動画をどんどんやっていって、はい、ゆくゆくはあのオリジナルの歌とか出したいなとか、広い会場をお客さんでいっぱいにして前の人の前で歌ったりとかしてみたいなって思ってるんですよ、ね、なるほどね、うん、いい夢ですよ ね、うん、私も YouTuber やってるんですよ。え、そうなんですか。そうなんですよ。次の質問に行こうかな。休日はどんなすんあ、大丈夫ですか。面接官さん、すいませんすいません、うん、じゃあ次の質問ですね、はい、した。休日はどんな過ごし方をしていますか。休日、まあ、まあ私の場合ですけども、あの一日中あの可愛いYouTuberさんのあの動画をね、あの見てます。あ、そうですか。そうなんです。はい、私は、うん、あの YouTube を見るのが好きで、うん、さっきえとか言っちゃったんですけど、本当は知ってるんです。ロート製薬公式 YouTuber 根瀬心さんの動画繰り返し見てます。嘘、本当に本当に。ずるくない？それちょっと。え、ちょっと待って。あ、嘘。いつも見てます。ちょっと何？ずるい。ちょっと。ありがとう。え、ちょっと。マリア君。ありがとう。あ、待ってください待ってください。私も見てます。え、じゃあ。ネバセイココロ、私の動画で一番好きなものとその理由をお願いしてもいいですか。ココロちゃんがレシピを紹介してるやつ、あれか。そう、可愛かった、すごい。私もね、可愛いと思って、ね、うんうん、作ってみたの。え、山芋のグラタン。山芋のグラタン、そう、ボヤッキーさん。もうね、私も本当奇跡ですね。あのね、右と同じで本当にあのレシピの動画ね、本当一番好きなんですよ、あれ。ね、本当グラタン美味しそうだったから、私もね、あの作ってみました。あの美味しかった、本当に。いや美味しかった。いや美味しかった、本当にもう素晴らしい、本当にもう大好きです、本当に。はい、わかりました。ありがとうございます。ですか、はい、もう大丈夫です、本当。本当もういろいろと大丈夫です。いろいろと大丈夫。じゃあ最後に何か質問はございますか。あ、面接官さんは。ヤッターマンとか興味ありませんか。ヤッターマン、ヤッターマン入りませんか。私はお肌のね、悪を討伐しているので、まあ大丈夫かな今は。じゃあ気持ちはヤッターマンと同じなんだ。そう、そっか、みんなのお肌の悪を倒すために今スキンケアの開発と研究をしているので、ね、そう、大丈夫、ありがとう、誘ってくれてね。というわけで、初のコラボ企画、もしも雷愛ちゃんとぼやきーさんがロートの入社面接を受けたらでした。イエーイ、2人ともごめん、めっちゃ緊張しちゃった。本当、もう一回やり直したいぐらいだわ。でもじゃね、なんかああいうキャラじゃないの私普段は違うんだ。でも違う。いやもうすっごい噛みまくりでしたよ。もうなんか大丈夫かな、めっちゃ緊張する。面接受けたらこっちがねハラハラしちゃってねえ。ありがとう、ありがとうございました。ありがとうございました、本当に。え、ちなみにネバちゃん的にはどうだった。私たちはさ、合格かな不合格かな。あ、来たい。あ、まあ私はね、人事担当じゃないし、うん、実際のロートの面接とも全然違うんだけど。あ、そうなんだ。まあ私的にはね、うん、カナリアちゃんは、うん、やったー、合格、すごいすごい。で、ぼやっきーさんは、はい、不合格。ちょっと待ってよ。いや、ダメだよあれ。なんで本当に入社したいって思ったもん。動画を見てないでしょ。動画見ましたよ。いや本当だよ、同じ動画言っちゃダメだからね。もうなんなら今日もあのグラタン作って食べてきましたからね本当に全然そうだよ。まあね、二人とコラボできてめっちゃ楽しかった。私も楽しかった、ありがとう。本当にもありがとうございます。楽しかった、ね。さんのチャンネルにもコラボ動画上げてるんですけど、うん、そう、そっちにはオトもいますので、はい、ぜひ見てくださいね。見てくださいね。見てください。めっちゃ楽しい動画になりました、ね、そうなんです、うん、ぜひまた遊びに来てください、うん、はい、ね、またコラボしよう、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、見ればと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンをよろしくお願いします。